あなたの心にいるハート。はい、ということで、どうも、カンパイルハート公式 VTuber のアイルハートでーす。まあ、今日はね、前回に引き続きアークオブアルケミスト実況プレイしていきたいと思います。コンパイルハート大好き。よーいしょっと。あ、イベントのところがまず体力がないのでやめてください。やめてください、本当に。ジヤー、やばい声してない、おっさん。え、夜道歩いてるおっさんみたいな鳴き声してるんじゃない。おーみたいな。ちょっとバッチリのでやめてきます。衣装がめちゃくちゃ可愛いんだよね。で、なんかさ、宝石みたいなのがついてて、こう、ところどころに。人間の遺体だ。どうやらモンスターに襲われたみたいだな。あら、装備からして冒険者のようですが、待ってください。亡骸の下に何かあります。なんだろう、これ。壊れた楽器？楽器？私が持っているのと同じ。ルナギアだ。特殊な鉱石で作られた楽器。楽器なんだ。この冒険者も遺跡を目指していたのか。あ、このルナギア、オーブが一つだけセットされています。これはもらっておこう。名もなき冒険者よ、丸く思うな。砂漠で見つけたものは余すところなく活用する。それがこの乾いた大地で生きる術なのだ。古の伝承によると、ね、大いなる力を手に入れるためには、このオーブが3つ必要らしいな。今2個あるのか。そうだよね。ああ、伝承が真実であればな。ジェスト、何がおかしい。クイーン少佐、そんな不機嫌そうな顔をすると任務に文句があるように見えるのだが。私は陛下に忠誠を誓っている。任務に文句などありはしない。もう陛下ってやつはさ、出てくるのかな。任務は任務だ。それ以上でもそれ以下でもない。与えられた任務だけを忠実にこなせばそれでいい、ね、俺はそうやってこの年まで生きてきた。何歳なんだろう。予想35歳。いろいろと思うところはあるのだろうが、割り切ることも必要ではない。公式で設定入れてたらどうしよう、間違えてたらごめんなさい。ジェスター、まっとも。うん、照らし出せ炎よ。なんと、あー、あいつらそろそろさ、もうそろそろいいよお前ら。あ、なんかでも新しいやついる。強っ。ほらよ、お前ら、エンサーぶったげんなことやろ。バカ野郎。ああ、なんか投げた。よし。え、なんか新しいやついったよね。ダメだ。ああ、まあ、ああ、何なんだよ。もう知らない。よし、ごめん、頭沸かせた。これいけんのかな。あ、扉何かをそう。私、一個勉強したことがあるんです。このこの、言わせて。赤いやつはワンダン。何マニー、エビか、鳥か。でもあれもさ、あれでしょ。あれもあれでしょ、爆発するやつでしょ。知ってるよ、知ってるよ。あー、やめて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 。あいあいあい、あれ壊せないのかな。あ、お前バカ野郎、お前お前お前バカ野郎。あー、倒してよ、手伝って。お、これだな。
母の大地よ。違くない？違くない？何やばい、なんか無駄に箱を設置しちゃったんだけど。え、違うの？そういうのじゃないの？え？え、全然違う。待って、なんかトロフィーできてる。え、これ何？コンディション管理の任務だ。このトロフィーの変なところに作っちゃったけど、まあいいや。もういいよ、もういいよ。バカ野郎、バカ野郎。次は誰？神様のためだ。どっちよ、もう。え、みんなさ、どうせさ、またこいつ迷ってやがんのみたいなさ、こと書くんでしょ、書くんでしょ、コメントに。でもさ、一個言わせてほしいんですけど、え、イルハートが逆にこの砂漠マップ迷わずに行けると思ったかね。あ、なんか光ってる。イエーイ、よいしょよいしょ。生物の体液、トロフィー。何このトロフィー、何なんだろう。え、獲得した。え、なんかさ、やっぱこれに戻ってくるんだけど。なになになに、え、これなに。ですね、はあ、皆さんお気づきかと思うんですが、え、私迷子になりました。待って待って、マップを見たいんですよ、私。このマップ、さあ、こっちだ。こっちだ。いや、あマーク来る？あ、なかった。やっ、やりげに日陰にするの本当にやめて。あっ、お前ら、お前らどこにでもいるな、本当に。この上、緑って上のさ、緑、これこれこれ、このさ、電気をさ、こうやってやるとね、つくんだって。ほら、私成長した。なんかもう一個あるらしくて、ふむ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 、電気の近くにいるんだけど、やつ。うわ、アクセル前。おお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 お。電気どこで？電気はどこ？照らし出せ炎よ。ないじゃん。あ、これだ。照らし出せ炎よ。あ、照らし出せ炎よ。ちょっと待ってよ。バカ野郎、人が何かをしてるときは邪魔しちゃいけないんだよ。え、え、あっちな、ちょっと待ちな。あ、あった、あった、あった、今あった。どこ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 。お前、お前、邪魔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 。どこねえ、どこどこ。この辺、照らし出せ炎よ。ないし。どこにありますか。照らし出せ炎よ。よいしょ。あ、走った。照らし出せ炎よ。ついた、ついた。え、
らした上で。どこ地図が読めないんだってば。え、あった。さあ、でもこんだけ探しつつ。照らし出せ炎よ。見えないってば。なくなっちゃった。なくなっちゃった。減らしすぎた。何も出ませんね。困りましたね。ちょっと代わりに照らしてくんないのかな、この二人。待って、罪だわこれ。次、うわぁ、貴様のダメだ。うわぁ、よし、はぁ、次、よし、はぁ、
なんとかなりましたね。お怪我はないですか、クイーン様。ジロジロ見るな。お怪我があったのはあなたたち二人なんですけどね、割とね。データベースのようですね。何か有益な情報が得られるかもしれない。はい、大部分のデータが破損していますね。え、どうしたシャロ。復元できたデータなのですが、千年前のものなんです。千年、千年、ご確認ください。わかった。最後まで未来を諦めない。計画成功の可能性は、計画、私にもわかりません。このデータベースは情報共有型です。でっかい同じタイプのデータベースを発見すれば、ミサイルマンみたいなやつ。そうか、何なんだろう。今後はデータベースを発見。ボス、千年前の計画か。ボスみたいなやつなのかな。でも、大いなるオーブが手に入っただけでも、今回よし、一度国にも。はい、ということで、なんかミサイルマンみたいなやつをですね無事に倒しまして、なんかとりあえず一段落なのかな、帰ってこれたし。ということで、アークオブアルケミスト今日はとりあえずここまでにしようかなと思います。ね、なんだっけな、なんか発売が今週、来週、今週らしいので、ね、これ見てね、ちょっと気になった人とかはね、ぜひぜひプレイしてみてください。絶対砂漠迷うから、お前らバカにしてた、お前らも絶対やれよ。ということで、アークオブアルケミスト実況プレイでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。なになになに、イルハートは力士だったらどんな名前がいい。え、なんで前回からその相撲推しなんですか。なんだろうな、なんかあれですよね、なんとか関とかなんだっけ、イルの山。え、なんだろう、肉の花、肉の花。肉の花ってなんか肉パフェありますよね、なんか焼き、あのバースデーケーキの代わりにこう肉パフェみたいな花火ささって、なんだろうな、イルの海。なんでもいいじゃん、うちの、なんか別にお相撲さんにならないし私よ。ということで、おじらし、助かりです、助かりです。